こんな時間に鳴らすんじゃねえよ。いいから寝てろって。すげえ美人じゃないから。この時間になるとさ、ああやって必ず出てくる。マジか。お前いつもおっぱい見てんの？え？いや、見える時の方が少ないから。マジで。マジか。いいよな。いいよ。うん、なあ、ちょっと隣に挨拶してください。あ、いいね、いいね。ちょっと、いいよ。やめろって。やめろ、やめろ。やめろよ。おいおい、ダメだって。ダメだって、ダメだって。隣に住んでる山田の友人です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。おい、やめろよ。朝っぱらからなんかすいません。おはよう、万次郎くん。あ、おはようございます。あ、隣に住んでるかすみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ごめんですか。あ、よろしく、これ出します。おい、あ、うん、今度大丈夫、大丈夫だっていいんだ。大丈夫です。ごめんね、ありがとう。うん、そうだ。すいません、なんか変なやつだ。うん、全然大丈夫。あ、そうだ。じゃあ、今度みんなで遊びに来ればいい。ごちそうしてあげるから。あ、絶対行きます。うん。マジっすか。ちょっとね。誰かね。関係ないでしょ。一緒に行こう。ごめんね。じゃあまた今度ね。はい、ごめんね。どれだあいつ。いいやつですね。だよ。ああ、マジ足伸びるやん。あの足やばいな。すごい綺麗だよな。お前ら聞こえるって。黙ってたんだよ。そうね。黙ってんじゃねえ。別に黙ってたわけじゃないよ。あんないい女いいんだったらさ、もっと早く言えよ。あんま見んなって。でもさ、でもさ、隣の人って誰？あれ誰だろうな。あれ彼氏じゃねえ、もしかして。マジで。お前さ、不安がってんだろ。別に。ワンちゃんね。まあ、あの人のこと好きなんだろ。何言ってんだよ。ちげえよ。
怒ってんのかよ。わかんねえってよ、なんでここまで来るの。もうさ、ちゃんとさ、話せばちゃんとわかるんだからさ。わかんない、なんだ、ね、なあ、ほら、近所迷惑になるしさ、このとこでさ、なちょっと、なんか頼むと、なあ